こんにちは、セイラです。太陽系の惑星の中で美しい輪を持つ土星は人気があります。しかしこの土星の輪がなくなってしまうかもしれないと言われているのです。輪のない土星なんて土星じゃないと思ったのは私だけではないと思います。そこで今回は土星の輪について詳しくご紹介しましょう。そもそも土星って？土星は太陽系の惑星の一つです。大きさは直径約12万キロメートル。太陽系の惑星の中で木星に次ぐ大きさで地球の直径の9倍もあります。しかし密度は最も低く、水に入れたら浮かんでしまうほど。これは土星の大部分が水素やヘリウムなどのガスからできているためです。土星は太陽から6番目の位置にあります。地球よりも太陽から離れているため温度は低いと考えられています。地球からの距離はおよそ15億キロメートル。高速で70分ほどかかります。公転周期は約30年で、多くの衛星を持つ惑星としても知られています。土星の衛星の中には生物の存在が予想されている天体もあり、注目が集まっています。土星の輪は何でできてるの？実は輪を持つ星は土星だけではありません。木星、海王星、天王星にも輪があります。意外ですよね。ただし土星のようにくっきり見えているわけではありません。土星の輪は遠くから見ると一つに見えますが、実際はいくつもの輪が集まってできています。ではこの輪は何でできているのでしょうか？正解は氷の塊や岩石です。それぞれの大きさはバラバラで、塵のような微細なものから数メートルのものまであります。この輪がどうしてできたのか実はよく分かっていません。土星の周囲にあった衛星が壊れてバラバラになり輪ができた、土星ができる時の材料の残りがそのまま輪になったなどの説があります。土星の輪は時々消えている。土星に付き物の土星の輪ですが、地球からはいつも見えているわけではないってご存知ですか？輪の幅は6万キロメートルほどあると言われています。それなのに土星の輪の厚さは最も厚みのあるところでも数百メートルしかありません。極薄ですね。しかも土星の地軸は傾いています。地球から土星を見ると地軸の傾きにより見え方が異なります。そのため観測する時の土星の角度によって土星の輪が見えないことがあるのです。土星の輪は消滅する。この土星の輪が消滅の危機にあると報じられています。といっても早くて1億年以内のことですが、これは NASA の研究チームが無人探査機の観測結果により導き出したもの。実は土星の輪からは雨が降り注いでいて、その量は学校のプールが一瞬にしていっぱいになるほどだと言われています。土砂降りを超えてもう滝ですね。このことが原因で約3億年後には輪が消えてしまうと考えられています。そもそも輪自体の寿命も1億年ほどではないかと推測されているのです。輪が消えることによる地球への影響は現在のところ特に指摘されてはいません。しかし土星から輪が消えたらなんだか味気なく感じてしまいそうですね。いつも変わらずそこにあると思っていた星の姿、しかし全ては永遠ではなく、いつか姿を変える日がやってきます。輪のある美しい土星の姿を見ることができたのは幸運なことなのかもしれませんね。毎日忙しく過ごしていると星空を見上げることなんてあまりないかもしれません。しかしたまにはゆったりとした気持ちで星空を眺めてみてはいかがでしょうか。とても癒されるのでおすすめです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。